この浜松とか掛川を中心に、日当たりをして活動しています。18歳です18歳です。はい、オリジナル曲を歌ってるんですけど、今から歌いたいと思います。風の泡という曲を聴いてください。
きました。空の手という曲を次に歌いたいと思います。さっき本当に出番の直前に洋服にタグがついてて、教えていただいて気づいて撮れたんですけど、危うくタグつけたままライブするところ家でお母さんに何回もタグ切りなよって言われてたんですけど忘れちゃってて、車で切ろうと思って忘れてて、上着ずっと着てたんで、もう忘れちゃっててそう、よかったです。タグを取ってライブ前に教えていただけたんでよかったです。今2曲聴いていただきました。次の曲、ネミナリという曲を聴いてください。
Thank you.
ライブのお知らせを一つしたいんですけど、5月5日に浜松駅北口の地下のバスターミナルの広場でフリーライブがあります。浜小箱っていう団体企画のフリーライブ、外のイベントなんですけど、6組ほど出演します。で、12時からで、私は12時半過ぎくらいから歌わせていただきます。すごい、素敵な方たちが集まって、ライブを行うので、よかったらぜひ来てください。ゴールデンウィークの、日曜日5日のお昼です。ぜひ来てください。あと今日はCD 物販に少しだけ持ってきているので、よかったら終わったら立ち寄っていただけると嬉しいです。次の曲で私は最後になります。ありがとうございます。この後も素敵な方たちがたくさん出られるので、ぜひ最後まで楽しんでいってください。で、最後の曲はカバーで、多分聴いたことある方もいるかなと思います。ゆいさんのチェリーという曲を歌います。